ビコンシャスパラダイス。やっとですね、生放送1ヶ月ぶりの生放送でとても待ち遠しかったです。初回放送からですね、たくさんの応援とメッセージありがとうございました。東京でもですね、お客様から聞いたよとお声をかけていただいたりですね、LINE や Facebook にもコメントをいただきましてとても嬉しかったです。今週も張り切ってまいります。この番組はですね、東京と沖縄宜野湾市でビューティースクールを運営しておりますビコンシャスグループ秋トータルビューティースクール、私秋がですね、月に1回の生放送と収録を再放送を含めて、毎週月曜日夜8時にお届けしております。番組前半のコーナーはですね、リンクリンクリンク、美容に関するお話ばかりではなく、日常の出来事やお得情報、そして内地の生徒さんやお客様にも、沖縄の情報をお届けできたらいいなと思っております。リンクつながっていくことをテーマに、生徒さんやお客様などビコンシャスに関わるいろんな方をですね、ゲストにお迎えしたりして紹介してまいります。このリンクリンクリンクのこのコーナー、結構私は気合を入れておりますので、どんどん広げていきたいと思っております。それから番組後半には、初回からですね、もう大人気、うちの母はですね、もうガチで爆笑しておりました。毎回東京と電話をつないで美容師免許の取得方法を中心にですね、楽しい情報を発信して いく、国家試験担当講師ヒロ先生の NFO-のコーナーがあります。最後までお楽しみください。はい、さてですね、今回の生放送より毎週スペシャルプレゼントを FM 宜野湾用に作りました。なんとですね、毎週放送を聞いてくださっている方の中から沖縄の方1名、それから、本当の方1名にエステ券とかスクール入学半額券とかですね、高級コスメをはじめ豪華商品が当たる、題して聞いてるだけでプレゼントゲットというのがスタートします。番組放送中に私アキがですね、毎回キーワードをお伝えいたします。そのキーワードを記入してメールを送るだけです。ただしですね、 FM 宜野湾さんのメールアドレスではございませんので、お間違いないようにお願いいたします。FM 宜野湾の方に送ってしまいますと何のこっちゃということになりますので気をつけてください。プレゼントの詳細はビコンシャスのホームページ、ビコンシャス .info でご確認ください。プレゼントの当選者発表もホームページ内でお知らせいたします。今回のプレゼントはなんと、年末年始は食べます、太りますということで、脂肪妖怪のキャビテーション1回無料券を、沖縄と本土各1名ずつにプレゼントいたします。だいたい1回でですね、 A4 用紙1枚ぐらいの脂肪が溶けます。でこちらをプレゼントさせていただきます。キーワードはどこかで秋が発表するのか、これは分かりませんので、ということで引っ張ります。最後まで聞いてください。はい、この番組ではですね、メッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 またですね、 FM 宜野湾ではユーストリームで映像と音声をネット配信しております。はい、FM 宜野湾のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみにしてください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いいたします。はい、ビコンシャスのホームページからもですね、 FM 宜野湾にリンクしておりますので、どしどしお問い合わせください。アドレスはビコンシャスで検索です。はい、それではここで1曲お届けしたいのですが、その前にちょっとご紹介です。次の曲ですね、お届けする曲は八幡太郎さんという、八幡トラさんの曲を、かけさせていただくんですけれども、八幡太郎さんの情報ですね、ちょっと お話しさせていただきます。実は八幡太郎さんはギター1本で日本中
歌い旅するシンガーソングライターです。秋と地元ですね、東京八王子が一緒ということで、これまたご縁でつながっております。ぜひ聴いてください。それでは八幡太郎で君に会いたくて。忘れるもがたなびく青い空に焦がれときめき何度も旅するけれど、いつもいつも帰ってこれる君に会いたくて。リンクリンクリンク、パチ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 、このコーナーはですね、リンクつながるをテーマに、ビコンシャスに関わるさまざまな方をゲストにお迎えしたり、沖縄から本土へ、本土から沖縄へ、日常生活のいろいろな出来事を発信リンクしていきます。今日のゲストは八王子商工会議所女性経営者の会沖縄県初のメンバー、中曽根美雪さんです。今日は八王子商工会議所、女性経営者の会シルクレイズのゆるキャラ松姫マッピー特集ということで、力強い助っ人をお呼びいたしました。美雪さん、今日はよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、さて今回は後ほどお願いしたいと思いますが、ちょっと触りだけですね、はい、最初に女性カメラマンであるということを皆さんにお伝えしておかなくちゃ話がつながりませんね。はい、はい、この夏も八王子祭りの民謡流しでメンバーの写真をたくさん撮っていただきました。こちらですね。見えてますか？見えてますか？はい、代表して、はい、シルクレイズを代表してお礼申し上げます。はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、さて早速マッピーについてお話ししていきたいと思います。みゆきさん、マッピーを見た第一印象はどうでしたか？可愛いっていうのと、あとでかいっていうのがやっぱりでかい、大きい、あの顔が大きいっていうのが第一印象でした。でかいなと、はい、大きいなと思って、ちょっと重そうだなと思いながら見てました。はい、実はですね、松姫マッピーは武田信玄公のご息女、松姫様の愛を受け継いだ
妖精なんですよ。すごい妖精なんですマッピーは、特技はですねみんなを笑顔にする魔法です。あ、妖精ですのでね、マッピーは日本中をハッピーにするためにいろんなイベントに今までも、出演しています。みゆきさんは松姫様ご存知？武田信玄は結構好きなので、はい、武田信玄に付随するものだとは気づかなかったんですが、ちょっと、はい、知らなかったですね。そうなんですよ、はいはい。で、八王子にまつわるということですね、はい、このシルクレイズはマッピーを応援しています。はい、シルクレイズのゆるキャラということですね、はい。で、シルクレイズはマッピープロジェクト以外にもですね2つのプロジェクトがあります、はい。でとにかくですねもうすごく元気で、パワーいっぱいでアクティブに活動している団体になります、はい。シルクレイズの印象はどうでしたか？すごいバリバリに働く女性の塊というか集まりというか、はい、すごいかっこいい人たちがたくさんいてちょっとこちらも刺激になったなという感じですね。そうですか、はいはい。じゃあちょっと沖縄でも頑張らないといけないなっていう。そうですね、はい、どんどんこうなんかこう絡んでいけたら、はい、そうですね、私もつなぐっていう意味合いで、はい、はい、東京でもそうですね、これを、はい、ちょっとここでご紹介ですね、はい、ナンクルナイサーというこのみゆきさんが、はい、発行しているそうですフリーペーパーですね、雑誌です、はい。どんなところにこれ置いていただいてます？こちら内地の方にも置いてるんですけども、沖縄だと、観光ホテル、道の駅、あと沖縄居酒屋さん、カフェなどに置いております。はい、はい、八王子でもですね、八王子商工会議所にもそうですね、はい、届けていただいて、こちらがちょっと見えるかな、八王子祭りにお邪魔してということで、はい、私たちが民謡流しをしている写真をたくさん掲載していただきました。はい、ぜひ八王子の方にも見ていただいて私たちの活動なんかも分かっていただけたらいいなというふうに思っております。はい、迫力のある祭りでしたね。そう、そうですねはい。で実はですねこの松姫マッピーさんテーマソングがございます。お、はい、ここでマッピーのテーマソングを聴いていただこうかと思います。みゆきさんも一緒に聴いてください。はい、はい、ひよこ豆&一郎でスマイルマジック松姫マッピー。ママママッピーマッピー、私の魔法の松姫スマイルで、ハハハハッピーハッピー、あなたに素敵な笑顔をあげましょう。しちゃったの、そんな日もあるわ。だけどね、そんな時こそただれ起きちゃダメダメダメ。クールなセピロとかこじゃれたネクタイがクタクタになって帰ってくる、そんなあなたが何よりも輝いてる。マッピーマッピー、あなたのオリジナルのそのスタイル、はい、スマイルマジック松姫マッピーをお届けいたしました。元気な曲ですよね。そうですね、実はちまちま踊ってましたけど、はい、ダンスもあるので、はい、ちょっと覚えたかったんですけど、ね、はい、横でチラチラ見ながら、はい、YouTube にアップされておりますので、ぜひ、ね、はいはい、ちょっと覚えたいと思います。今度一緒に踊ってください、はい。
これからも松姫マッピーと一緒にみゆきさんもシルクレーズを盛り上げていただきたいと思います。はい、はい、最後にシルクレーズを取材くださった情報誌ナンクルナイサの宣伝を兼ねてご紹介をどうぞ。はい、本土と沖縄をつなぐという意味合いで、ナンクルナイサーというフリーペーパーを立ち上げて1年半になりますが、今回縁がありまして東京の八王子の、八王子祭りにお邪魔して取材させていただきました。数多く の、 あの女性起業家の方々に囲まれて、取材させていただいたんですけども、皆さんいい方々ばかりで、あのちょっと刺激も受けつつ、それを持ち帰って沖縄でも私も、活動してきいけたらいいなと思っております。はい、はい、もう短縮して話しましたがありがとうございます。はい、中曽根美雪さん今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。また遊びに来てください。はい、はい、突然ですけども本日のキーワードは N、 本日のプレゼントキーワードは N です。はい、続きまして、ヒロ先生の NA4 出しのお時間です。東京にあります、ヒロ先生と電話がつながっております。あらららら、もしもし、え通話終了になってますけどあら、なんかプープーなってますね。プープーなってますね。はい、東京のひろし先生が喋ってる。はい、もしもーし、もしもーし、あれ通じないですね。はい、あれもしもーし、もしもーし、もしもーし、はい、はい、聞こえますか。聞いた、聞いた、はい、まずは自己紹介をお願いいたします。はい、八王子の松姫マッピーです。何をちょっと、はい松姫マッピーなんですか。はい、たまに竹田が披露してます。はい、あのちゃんと自己紹介お願いします。NA4 ダッシュの、国家試験担当、竹田が披露です。はい、NA4 ダッシュについてもちゃんと説明をしてください。NA4 ダッシュは、まあ、今までね、眠っていた、まあ、三好免許をね、フル活用させようと。ないしは、まあ、卒業をして、まだ免許を取ってない方、ここで簡単に取ろうよと。はい。いうことですね。そんなスクール。そんなスクール。そんなスクールです。ありがとうございます。先生、いよいよ来月、はいはい、ね、沖縄にいらっしゃるんですよね。もう1ヶ月ですね、あとね。はい、あの今日はあの飲む話ではなくちょっと真面目に宣伝をお願いいたします。はい、来月の、はい、まあ、来年だね、来年の1月10日あ11日、はい、10時から、はい、ダッシュ講習をなんと初めてお見合いで行います。はい、これにですね、ぜひ、まあ、今回試験を受ける人はもうマストですよね。はい、ぜひ来ていただいて、はい、まああの私がね、あの個人レッスンを出しますので、はい、ぜひ来てください。はい、それだけですか。例えばですね、どこでやるとか、どこで、どこで、あそこ、なんていうの、あそこないですか。わかんないんだよね、あそこ。あそこなんてとこなの。あそこはですね、宜野湾市大山というとこです。うん、あ、大山ね。はい、大山です。海近食堂の近くです。あ、そうです、海近食堂の近くです。はい、はい、そこでやります。はい、ここでは、ね、詳細はですね、まあ、詳細は先生もよく NA4 ダッシュのホームページ見ておいてくださいね。皆さんまだ知らないんだよな。覚えてる、覚えてる、覚えてます。例えば何時間するんですか、その講習。何時間すればいいの。もう6時間ですよ。笑わせないでくださいよ。はい、で一般の方もご参加いただけますので、今の、生徒さん以外の方も、どうぞっていうことですよね。そうそう、先生がおっしゃりたいのはきっと、ね、自分で練習してると、まあ、技術はできてもね、衛生面だとか、まあ、細かいところが分かんなかったりだとか、はい、まあ、国家試験で見られるポイントですよね。はい、国家試験もやっぱり採点要項があるので、その採点要項に沿って指導していきます。はい、
そうですね、あのちょうどですね、あの月曜日なんですよね。あ、そうだね。あの沖縄県の結構ヘアサロンさん月曜日休みが多いなって。あ、確かにね、はい、多いですよね、はい、あのフリーペーパーなんか見てても、あの東京火曜日が多いじゃないです、沖縄月曜日が多いんです、でもこの日成人式なんですよ。成人式なんですよ。もう沖縄県といったら成人式じゃないですか、ね、うん、暴れますからね。あ、分かった、先生暴れるつもりですね。私は止めはしませんけれども。でも成人式って結構地区によって違ったりするよね。そうなんですか。いや、沖縄とあんまり変わらないと思う。沖縄変わらないそうです。え、だけは10日なの。え、あ、10日なの。11日ですよ。11日、そうですね、第2日曜日ですよね。あ、日曜日、あ、次の日11日は、そうでしょ、じゃあ振り返りだ、10日でしょ、10日だ、10日、うん、だから、うん、ちょっと違うんじゃないかなと思って。あ、そうですね、うん、あ、麻痺、麻痺してる、はい。はい、話は戻しますが、先生はいつもですね、はいはい、合格率をほぼ 100% にしてくださってますよね。またそれでプレッシャーかけるの。 100% にしてくださってますよ。きっと、まあね、はい、ね、何か魔法とかあるんですか。あるんですよね。なんか魔法これを聞いたやつはあの儲かなくなっちゃうんで、これ言えないんですよ。魔法は、魔法なんかこう裏技とかあるんですかね。え、何、何、強いなんか裏技とかあるんですかね。裏技はいっぱいありますよ。あ、それは私にも言えない裏技なんですね。え、うーん、言えないかな。受かればいいんだから、受かれば。あの正義の味方なんですよね。そうですね。じゃあ、あの打倒龍神マブヤって感じですか。うん、見たことないけどね。見たことない。これ調べてたじゃないですか。何何何それとか言って調べてたじゃないですか。動画は見てないよ、動画は。だって龍神マブヤ知らない人はあれだよね、いない、うん、あの沖縄来ちゃいけないんだよね、うん、そうですよ、そうですよ。嘘ですよ。ラブ空港からもう、あ、ダメですよこっからって言われちゃいますよ。もう龍神マブヤに止められるかもしれない。あったことねえ。嘘。黒糖も龍神マブヤの黒糖があったり、お菓子もねえ、はい、私とみゆきちゃんよく龍神マブヤと飲むよ。飲んだことないの。ないよ、一緒に飲んだから。まあ秘密だけど。ずいぶん安いやつかな。え、誘ってあげよっか先生。一緒に飲みたい。いいかな。それはいいかな。あ、マブヤ強いからな酒。、うん、強いですからね。多分負けちゃうかも、ね、負けちゃうかもしれないね。どういう決定なんだよ。よくわかんないです。で、あのお申し込みと詳細はですね、先生に連絡してもきっとわからないので、NFO ダッシュのホームページでご確認をしていただきたいと思います。はい、はい、そうですね。で、NFO ダッシュで検索するとビビビッと上がってきます。おお、出てくるんだ。はい。で、さて先生、インターネットってやつだね。インターネットってやつですよ。糸電話のわけないでしょ。昭和ですね、昭和。そうそう、昭和です。で、さて先生、来月は生放送ですよ。あー、そうだったね。楽しみですね。楽しみかな。楽しみですね。今見てたよ、生放送。マッピーの曲が流れてないのに2人で踊ったでしょ。え、曲流れてないの。あ、そう、ユーストリームだと流れない。あ、そうかそうか、そう、ユーストリームだとね。はい、流れないのに2人がなんか踊ってるってね。なんか怪しい、怪しい踊りになってたかも。怪しい、怪しい。非常に怪しかった。何やってんの、これ。どうして。あ、そっか、じゃあ歌えばよかった。違う。あ、声は聞こえてた、声は。歌わなきゃあらんないよね。そうですね。まあ、俺も今、なんかどっかの駐車場にいるんだけどね。ああ、さっき多摩川で怪しい、なんか変態と一緒に収録してたって話をね、したんですけどね。まあ、その怪しい変態っていうのは先生のことじゃないですよね。俺いずれは。はい。ではちゃんとお待ちしておりますので、風邪ひいたりとかですね、二日酔いとかそういうのやめてくださいね。大丈夫大丈夫、そこに合わせていくから。大丈夫、ちゃんと合格させてくださいね。任せてくださいよ。はい、ぜひね、来てください。はい、では冗談抜きでですね、広先生いい仕事しますので皆さん合格に
導いてくださると思います。 NFO ダッシュで検索して、はい、ぜひ来月1月11日朝10時から6時間、国家試験の集中の対策講座、沖縄初で行いますので、ぜひご参加ください。では先生、はい、ありがとうございました。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ヒロ先生の NFO ダッシュのコーナーでした。はい、さてですね、あっという間の30分間でした。おー、早いですね。はい、早いですね。早かったですね。まだ正確にあとちょっとあるんですけどねで、まあこの後ギリギリまで喋りまくりますけどね、はい、私ね、はい、どうぞどうぞ。はい、ビコンシャスパラダイスは月1回の生放送と月1回の収録を再放送を含めてですね、お届けしております。生放送の日程は実はですね、ビコンシャスのオフィシャルサイトでもご確認いただけます。生放送の時は生って書いてあります、うん、はい、はい、で、こちらの方はビコンシャス、美、美しいですね。でコンシャスカタカナで検索してください。はい、はい、みゆきさん、はい、どうでしたでしょうか。様になってましたね結構どうなることかちょっと心配はしましたけど、ちょっと電話が通じないとかね、うん、ちょっと喋んなきゃいけないけどちょっと黙っとかかなと思って、あたふたびっくりしましたね、はい、まあこれがまた長らしくて、はい、いいのかなと、はい、はいはい、思います。で、サービスにですね、初めてでしたのでキーワードも一回言ってきましょうかね、はい、志望妖怪キャビテーションプレゼントのキーワードは N です。はい、あの中曽根の N ですね。そうですね、はい、勝手に中曽根の N です。 N です、はい、N と書いてですね、ビコンサスのホームページからご応募いただけたら嬉しいです。はい、でこちらなんですけどね、5日間以内と毎週毎週放送月曜日にされてますので、あの生放送以外でも収録も放送されてます。でこの収録の時にもキーワード言ってますから、お聞き漏らしがないようにお願いしたいと思います。はい、はいはい、それではですね、また来週お届けしたいと思います。はい、はい、お相手は秋でした。ゲストはですね、中曽根美由紀さんでした。また来週お会いいたしましょう、はい、ありがとうございます。